佐賀県鳥栖市で両親を殺害した罪に問われている19歳の長男が裁判員裁判の初公判で母親への殺意を否認しました起訴状によりますと長男は鳥栖市の実家で両親の胸などをナイフで突き刺し殺害した罪に問われています。裁判員裁判判判員のの初公判で父親親への殺意はは認めた一方母親に対しては 殺意を持っていたわけではないと一部否認しました検察側は母親への殺意もあったとし20歳以上と同様に刑罰を課すべきと指摘しました弁護側は父親からの深刻な虐待が原因母親への行為は障害致死にとどまるとし少年法に基づき保護処分にすべきと主張しました長男の実名について検察は 特定少年として公表しましたが佐賀地裁は被害者特定事項と判断し非公開にしています。